ヤン・ウィレム・バンデ・ウェテリンクはオランダ・ロッテルダム出身の小説家。日本を含む世界中を渡り歩いた後、1975年にオランダで小説家としてデビュー。1977年から死去する2008年まではアメリカ合衆国に居住したオランダ出身。南アフリカ共和国でトラックの運転手、セールスマン、主営、事務員などを経験した後、 イギリス・ロンドンで哲学を学ぶ。そこで日本のことを知り、京都で一年半ほど座禅三昧の日々を過ごす。その後、コロンビアで後に妻となるファニタと出会い、結婚。倒産の危機にあったファニタの家の売り物どん屋を立ち乗らせた後、共にオーストラリアを放浪する。オランダに戻ると国から兵役に着くことを要請されたため、それを逃れるために警察官となる。 在職中に警察官としての体験から着想を得て執筆した長編小説アムステルダムの違法人をオランダで観光。自ら英語版も執筆しアメリカで観光した。在職のままシリーズ5作品を観光した後、1977年に警察官を辞めてアメリカ合衆国に渡りアメリカでシリーズの執筆を続けた。デビュー作から続く フライプストラ警部補とデヒール巡査部長シリーズのほか斎藤警部が登場する作品などがある。また、小説以外にも、禅に関する著作や、同じく、オランダ出身である、推理作家のロバート・ファン・ヒューリックの伝記などの著作も、ある。英語で刊行されているものを示す。アムステルダム警察のフライプストラ警部補とデヒール巡査部長が活躍するシリーズ。 アウトサイダーイン、アムステルダムタンブルウィードザコープス、オンザダイクデスオブ、エーホーカーザジャパニーズコープスザブロンドバボーン、ザメーンマサカーザマインド、マーダーズザストリートバードザラトル、ラットハードレインジャスト、エーコープスアットトワイライトザホロー、アイドエンジェルザパーフィデュースパロット英語で刊行されているものを示す。全についての著作天気。ありがとうございます。